はい、今日の一品です、今日のおにぎらずはご飯がちょっとしかなかったので小さめですが、ご飯を置いて定番の梅干しですね、梅肉を置いて大葉を1枚真ん中に、そしてさらに梅肉を乗せてご飯を乗せていきます。これでいつものように包んだら、ひっくり返して海苔をなじませていきましょう。はい、あとはカットして完成です。梅肉大葉おにぎらず、お弁当にどうぞ。